いつもカーカーカーチャンネルをご覧いただき本当にありがとうございます。今日は松田の公式 YouTube で何年か前にも映った次世代マツダ6のようなものがアップされていたので情報共有でお伝えいたします。まずは公式の動画を引用させていただき、マツダ6を見ていただきたいと思います。いかがでしたか？タイトルが移ろいということで、今のマツダ3や CX60 などと同じように側面にボディラインをなくし面で仕上げており、確かに移ろいといった感じはします。これは2017年にビジョンクーペデザインということで東京モーターショーで発表されたものと同じものになります。それからこのビジョンクーペである次世代マツダ6が発売されるのかと思うと、半年ほど前に欧州のマツダの関係者が次世代マツダ6はないとか、オーストラリアのマツダの関係者が次世代マツダ6は当分現行のまま販売などと、いくつかの国で次世代マツダ6の噂は流れていました。その時は SUV に力を入れていくといったようなニュアンスで関係者の方は話されていたかと思います。そしてビジョンクーペが発売されてから5年が経過し、 CX60 をはじめとしもう少しで CX90 も発売され、いよいよラージ群が市場に投入され出す時に、この謎の動画はとても気になりますよね。やはりクーペフォルムの次世代マツダ6は発売されるのでしょうか。つい今月マツダ6の20周年車が発売されましたが、やはりこれが現行最後で2年後もしくはそれ以降にマツダ6後継モデルは登場するかもしれませんね。ちなみに動画の概要欄を見てみると内装の画像も公開されていました。このタイミングというのが意味深に感じたので今回特別にご紹介しました。ちなみにこれが販売されるのであればかっこよすぎるので本当に欲しいなというのが率直な思いです。皆さんはどう思いますか？コメントはすべて拝見させていただいていますので、ぜひこの動画についてコメント欄でコメントをください。今後も CX60 の小ネタ動画はもちろん、マツダ車のレビュー、機会があれば他社さんの車もぜひ乗ってみたいと思っています。今後もぜひ動画を楽しみにしていてください。この動画が少しでもいいなと思っていただけたら、チャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくお願いします。SNS もやってますので、概要欄からチェックしてください。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。